中堅、天下取りに名乗りを上げるってことで協力よろしくな。はい、この諸葛公宮、あなたのため身を粉にして働きましょう。いつかきっと私もあの背中に追いついてみせる。この乱世、誰かが終わらせねばならない。私に力を貸してくれるか。ご立派です。最後までついていきますよ。あれが実力者の輝きか。諸葛一族の一人として私も精進せねば。私は世の乱れを正し、人々に安寧をもたらしたい。ついてきてくれるか。はっ、文次元、あなたのために道を切り開きましょう。すごいよな。いやいやいや、俺だってやってやるぜ。やるからには本気でやらないとな。俺たちの力で天下を取る。今日から俺たちは義兄弟だ。なんか改めて言うと照れるな。いざ、この地より我らの信じる道を突き進んで行こう。今よりあなたと私は義兄弟だ。どんな時も共に支え合って行こう。誓い合ったこの景色を胸に乱世に挑まん。よし、決まったのか。
ここまでだ。あなたと過ごした時間が幸せだった。いや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 、冗談だよな。なあ、そう言ってくれよ。俺ダメみたいだ。俺と一緒にいてくれてありがとな。そんな、私を置いていくのか。他ならぬ私の子ですもの、立派になりますわよ。お、生まれたのか。できるだけ一緒に過ごしてやりたいな。いや、ありがとな。いい弓の腕だな。思わず見とれちまった。あら、ありがとう。なかなか気概のある殿方でしたわね。いやー、驚いた。お前たちいつの間にそんな強くなったんだ。身に余るお言葉、今後一層精進いたします。まあ、その、なんだ、俺は今から一世一代の大勝負をするわけだが、この賭けには死んでも勝ちたい。俺の嫁になってくれないか。
そんなに私を見つめないで。恥ずかしいですわ。お前を悲しませはしない。絶対に戦場では死なないからな。俺の嫁、最高って叫んでいいか？いやいやいや、冗談だって。照れんなよ。私があなたを思うより10倍愛してくださらないと嫌ですわ。俺が皇帝だなんて何かの間違いじゃないんだよな。これが慕われるってのはいい気分だな。あいつらのためにももう少し頑張ってみるか。おお、これは贅沢な。さあ、遠慮しないで食ってくれ。いかがです？
ああ、やっぱり嫌われてら。ま、自業自得ってやつかね。その実力を認めた上で問いたい。私と一緒に来る気はないだろうか。へえ、そう来るか。だったらこっちも考えないとな。お前、俺たちと一緒に来る気はないか？私を生かすと、今後はあなたのために戦えというのか？今回も任せとけって。兄さんの期待は裏切らないぜ。共に闘志を燃やし、勝利への道を突き進もう。また兄上と共に戦場をかけられるとは嬉しい限りだ。いやー、なんていうか全然負ける気がしないぜ。